JR 九州高速線は今日、福岡市の博多港と韓国プサンを結ぶ航路を11月4日に再開すると発表しました。新型コロナウイルスの感染拡大で2020年3月に運休して以来、2年8ヶ月ぶりの再開です。新型高速船のクイーンビートルが就航し、博多・プサン間を3時間40分で結びます。